ップンセブン AV 版つっても、リリアのシーン以降はね、88版とほぼ変わんないよね、見た目。まあ、近いうちにね、あれなんか動かねえぞ。あ、動いた動いた。近いうちに MSX2 版をやるっていうことにしていますので、まあ、それとね、比較できるんじゃないかと思いまして、やってみます。ちょっとだけね。クリアまでやるつもりは、とりあえずはないです。先日 MSX2 版開いてみたけど、あれだね、この、地面の色のイメージが全然違うね。MSX2 版、もっと緑っぽかったもんね。確かね、あ、そうそうそう、俺はね、リアルタイムは 77AV 版なんですよ。これをね、中学生の頃にやったわけですけど、確か速度速くできたと思うんだよな。どのボタンだろう。なんか倍速で動かす方法があったような気がするんですよ。あれ、わかんないなあ。あ、これかな？あ、そうだ。エッグのエミュレーターなんですけど、F11 が、倍速になってますね。かつてこのイースには6つの魔法があったと聞く。レグスという老人がそれを口癖のように言っていたのだが、今はどこかに行ってしまった。誰だっけなぁ。レグスさん覚えてないな。あれ？動かねえぞ。ちょっと待って。動かないよ。どういうこと？あれ？エンターもスペースも効かないし。いろんなキーも押してみてるんですけど、ポーズキー押すと、ん？おや？あ、ダメかな？フリーズしてしもうた。ちょっといくらなんでもあれなんで、ちょっとやり直しますか。ドライブ0に A ディスク入れてリターン。まずは、リリアのお母さんのお家へ行きます。お前がアドルだね。娘のリリアから聞いたよ。あの子は元気そうにしているが、実は重い病気に。放っておけば3ヶ月と持たないかもしれない。クリアという医者がこの病気の治療法を知っていたのだが、このところ彼の姿が見当たらない。もし彼を見かけたら、この手紙を渡してほしい。この辺りは魔物が多い。武器を持たずに歩くは危険すぎる。このお金で剣を買ってきなさい。いくらなんでも初対面のねえ、どこの馬の骨ともわからん男に、娘の話をいきなり持ち出して、そんで手紙渡してくれとかさ、ちょっと、変わってますよね。鉄鉱石のある場所を知らないかな。見つけてきたら高く買ってきてあげるよ。みんななんか人をなんか疑うってことを知らない人たちばかりですね。あー、BGM が、お、あれ？なんで？さっきはウィンドウ出してさ、
BGM が頭からなってたのに。まあいいか。うちの人は少し前に出かけました。廃墟の方へ行ってみたいですよ。よし、じゃあそのお医者さん、フレアという医者を探さないといけないですね。この祠は廃墟へと続いている。私はランスの村へ魔物が侵入しないように見張りをしているんだ。暗がりに誰かいますね。よいしょ。いやー、やっぱ違いますね、4オペは。よし、とりあえずレベル上げからですね。あれ、誰かいる。私はランスの村のアスタル。さっき村の長老が来てこんなことを言うんだ。二人連れの少女がここへ来なかったか。俺がいいえと答えると、長老は寂しそうに村の方へと戻っていってしまった。そっか。即死か。ま、今日はこのぐらいでいいか。じゃあ次何やりましょうかね。今日はなんかいろいろやってみましょうか。ちょっとね、エッグの無料版ってか、無料ソフトがいろいろあるんで、以前ダウンロードはしたものの遊んでないゲームとかいろいろあるんですよね。あ、そういえばこれも無料だったな。ちょっと起動してみましょうか。あ、まだダウンロードしてなかったんか。少々お待ちを。よし、ダウンロード完了しました。ミュージックモード。あ、ミュージックモードだけなんだっけね。これ。オニオンソフト。あれ？動かないよ。だいたいこの頃のやつはエンターかスペースって相場が決まってるものだと思うんですが。お、来ましたよ。
あ、普通に遊べるのか。ゲームモード。エッグ。初めからセーブデータ入ってんの？じゃあこれでやってみましょうか。それにしてもなんかタイトル画面のあの主人公キャラがさ、すごくアドルに似てるんだけど、あれ？これジャンプどうやってやるの？あ、Z と X か。メトロイドみたいなやつが。やめろ。あ、痛い。あのね、こういうゲーム苦手なんだよ。でも今日はちょっとやってみましょうか。この弾に書いてある数字は何の意味があるんだろうな。もちろん初めてやるわけじゃないんですけど、よくわかんないんだよね。わあ、痛い。ほら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 。結構跳ね、弾き飛ばされるのが結構ね、大きい幅が。結構弾き飛ばされる。画面上に2発？なんか変わり映えしないな。いて。当たんねえよ。あ、2匹重なってる？痛い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 。ん？お、ボスだ？あ、怖い。あ、戻れない。怖えぞ、なんか。痛い痛い痛い。死ぬ。お、倒した。やった。あれ？あ、もうこれ以上いけないのか。あー、なんかわかんないけど。初めて倒しました。あ、痛い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 。死ぬ。死ねる。死ねる。
なんだ、こいつら生き返るのか。なんか強くなってんのかな、よくわかんない。ボス倒したらなんかアイテムもらえんのかなと思ったんだけど。多分エネルギーが体力でフォースが攻撃力かな。どうすんだこれ。硬い。回復しないぞ。あ、したか。わあ、ちょっと目に悪いな。取れない。よし、あ、あ、やべ。うわー、完全に生き返っちゃうのかよ。結構左手で連打は厳しい。ジャンプが Z キーで攻撃が X キーなんですけど、ちょっと画面の点滅止めたい。ん？回復したか。でも結構ダメージ食うね。やっちもうた。こいつらさ、あんまりノックバックしないんだけど。ずるいぞ。わあ、こいつ嫌いだ。せっかく回復してきたのに。わあ、あー、死ぬ、死ねる。あー、死んだ。めっちゃ難しいんだけど。またこれでスキームは何年もやらないだろうな。次やるのは多分60ぐらいになった時かな。じゃあ次何やろうかな。これは、これはやったことないな。またダウンロードからやります。いやー、暑いですね。もうね、なんか、何も考えるのも嫌になっちゃってね。
なんか、いつもやってるゲームをね、やる気がなぜか起きなくてですね。本当はちょっとゲームブックの実況の続きやろうかなと思ったんだけど、なんかね、集中力が持たなくてね。まあちょっとこういう、一発芸じゃなくて、ちょっと単発のゲームでね、お茶を濁そうかなと。コテデメクール。もう可愛らしい。ん？どういうルールなんだか教えてくれないんだね。何これ？ほらほらほら。あ！ああ、なるほど。そういうことか。あれ？触っちゃった。あ、でも、わかったぞ。あの、さっきの女の子ボスなのか？右の方にボスって書いてある。え？あ、一筆書きか。よっしゃあぶね。見てても面白くないかな、これ。やってる方は思ったより悪くない。何？お、本当だ。一撃で死なない。よっしゃ。もう少しだね。ちょっと敵が速くなったかな？危ない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 。
なに？よいしょ。またあれか、あー、ダメじゃん、もう。ダメだー。残念。なんかボーナス面みたいな感じだけど、ボーナス面の方が難しいんだけど。あー、やっちまった。とりあえず一回全部埋めるとボーナス。あー、痛い。あー、ゲームオーバーだ。いや、これはなかなか面白かったですよ。よし、じゃあまた違うゲームにするか。この辺はね、無料のゲームなんで、エッグにね、会員にさえなれば、ゲーム買う必要なく遊べますよ。じゃあ、無料のゲーム中心に、ちょっといろいろやっていこうか。はじめの、イース2は、FM77 の、77AV のイース2はあれ買ったやつですけど、スキームと今のコテデメクールはね、無料のゲームでございます。じゃあ、ちょっとまた無料の、今度は、スーパーコックス。新魔王ゴルベリアスのシステムを踏襲しつつ、ユニークな世界観に仕上げた本作。だそうです。MSX2 のゲームですね。スーパーコックス。なんか、コック帽を被ったキャラクターがなんか、スクリーンショットにいますね。ダウンロード中ですので、しばらくお待ちください。飛ばしてもいいです。感動です。そういえば雑談なんですけど、やっと、今まで何回かお知らせというか言ったことあるかもしれないけど、家にね、9821があるはずなんだけどって言っててね、昨日やっとこう、見つかりましたんで、ツイッターの方でね、9821の、方見つかったよ、つって、リバーザナをインストールするところまでやってみました。まあ、近いうちにちょっと配信でも使えるかなと思ってるんですけどね。これがスーパーコックス。コックってなんかさ、卑猥な言葉で使われてないですか？まあ、発音が違うのかな？おい、俺のコックを見ろみたいなさ。まあ、とりあえずやってみますか。ゴルベリアスと同じシステム。ゴルベリアスやったことないっけな。グラフィックは、まあまあ、綺麗ですね。なんだ？おう。あ、これもしか、フライパンなんだ。あ。フライパンで食材を殴るの？あー、なんかちょっとゼルダチックな。みんなには内緒だよ。わしは掃除係のおばばというものじゃ。おばばって名前かよ。このポーションを500ディッシュと交換してくれないかい？いいですよ。残念じゃの。本当に残念じゃ。ディッシュが足りないからポーションを渡すわけにはいかぬな。あー。すごいがめついババアですね。
あ、歩きながら触れるんだ。あ、危ない。あ、ここ入ってないね、そもそもが。かわいい。こんにちは。ここがキッチンランドの入り口です。私は召使いの召使い。リオと言います。修行は苦しいと思いますが頑張ってくださいね。ほう。いいですね。頑張ってくださいね。俺ら世代だとね、音無京子さん思い出しちゃいますよね。ああ痛い。なんかよくわかんないんですけど、キッチンランドで、修行、なんか料理の修行、お、またおばば。わしは料理は、ポーション。掃除係のおばばというものじゃ。買おう。パワーマックスが上がり、パワーも回復したぞ。まさに一石二鳥、幸せもんじゃぬ、主は。ひゃひゃひゃ。はあ。ああ。あ、なんかでかい。弾撃ってくんのか。あ、スイカ。あ、あ、あ。めっちゃ狙ってくる。うわわわわわ。怖い。あら、どこかで一度会いませんでした？私の思い違いかしら。お前はちょっと、病院に行った方がいいよ。あ、コントローラーでやりたいな、これ。あ、なに？栗これ。痛い。やあ、僕はランダ。君のパワーを元にしてあげようか。でも500ディッシュいるよ。はあ、もらっとこう。これでパワーが元に戻ったよ。よかったね。結構敵が怖い。あ、痛い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 。敵の湧くのが早いんだよな。結構忙しい。あ、このイチゴなんか、ゼルダに出てくるやつ似てる。あ、お金が、もうすぐにマックスになっちゃうね。あ、あ、あ。あれってことは何？同じところで何回もパワーアップできんのかな？あ、あ、あ？多分値段上がるけども、あれなのかな？もう一回行けば、また上限が上がるのかな？何度来てももう何もないぞ。早く修行続けなさい。ぜえ、ババア。そっか。じゃあさっきのババアのところも、もうダメかな？
ポーションを何度ももらえると思ったら大間違いじゃ、バカタレが。うわぁ、やだぁ、言う人。そこまで言う必要ないじゃんねぇ。おっと。わしは料理配達人のオババというものだが、このクッキングブックをセンディッシュと交換する気は、はいはい。お願いします。そういうことですか。なんだあれは。通れない。あれ、どうすりゃいいんだろう。うわ、重なってる。行けるところはもう行っちゃったような気がするんだけど。あ、ここか。むずい。死ぬ。ああ、死ぬ。どうしたらええんじゃ。あの石壊せんのかな。ああ、回復。あの石の先なんかあったか。あ、扉があったな、そういえばな。あれを、これを壊せるのか。おら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 、やばいやばい。壊せない。それはメニューとかないのかな？なんだこれ？あ、セーブか。セーブしとこう。F1 がセーブ。データディスク入れたらスペースキーを押してね。あれ？メニューが出てこないぞ。あれ、メニューが出ないんですけど、エスケープとか押しても出ない。あれ？なんで？普通、エスケープとかさ、マウス上に持ってくとメニューが出ると思うんですけど。オルトエンター。あ、ウィンドウモードになった。
データディスク入れて、スペースキー。頑張ってくださいね。陰ながら応援してます。いや、表で一緒に冒険しましょう。応援は陰でしないでください。じゃあ違うゲームやろっか。あと時間的にはちょっと一個ぐらいできそうですね。何やろっか。メルプールランド。これにしよう。君に決めた。またコンパイルですね。コンパイルのディスクステーションかなんかに入ってたやつなのかな。なんか、コンパイルからね、いろいろちっちゃな、ゲームがいっぱい無料で出てるんですよ。君もプロジェクトエッグの会員になろう。メルプールランド。女神の祝福を受けるために4人の腕自慢が集結。オプションを上手に使って攻撃し、3本選手で勝利をつかみ取れ。全然わかりませんね。遠い遠い宇宙のもう一つの向こうの宇宙に、メルプールランドという泡に包まれた星がありました。そして今日はこのメルプールランドの力自慢たちが集まって強者を決めるのです。優勝した人にはこのメルプールランドを守る女神ヘステアの祝福を受けられるのです。おう。出場者はレイニー、ジース、ロビット、アンニャとメルクル、そして謎の妖精ヘックン。そしていよいよ大会の始まりです。メルプールランド。コンパイル。1995年のゲームですね。じゃあやっていきましょう。一人で遊ぶ。一人で遊びましょう。こいつにしよう。なんだ？何これ？ああ！どういうこと？お、押すのか？押すのか？えいえい。ほらほらほら。落ちろ落ちろ。よし。これはなんだ。あ。おら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 。よっしゃ。え、まだやんの？よし。何本選手？ 3 勝1敗、ジースの勝ち。落としっこですね。よしよし。多分こうやって強引に落とせるのは、多分序盤だけなんだろうけどね。おらおら、あー落ちた。おいしょおいしょおいしょい。おら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 。よし。ジースの勝ち。次は、ああ。お。よし。アンニャとメルク。
痛い痛い痛い。ああ、死んだ。なんだなんだ。痛い。よし。よし。ジースの勝ち。謎の妖精ヘックン。よし。よしよし。とりあえずは一周ぐらいは力技でいけんのかな。よっしゃー。あと一人ぐらいだったっけ。あれまたヘックン。あ、まだヘックンと終わってないのか。あぶねー。おらおら。よし。作戦も何もあったもんじゃない。あれ何勝すりゃいいんだ。落ちろ落ちろカトンボ。よし、オッケー、やりました。当然の結果さ。今回の力自慢大会は見事、森の村のジースが優勝しました。ジースは女神の祝福を得て、このメルプールランドの歴史にその名が永遠に語り継がれるでしょう。ちなみにこの大会には願いの品を一つだけもらうことができるのですが、ジースの望みは？同じ村に住む恋人ローゼとの結婚式だったとさ。結婚式であって結婚ではないのか。式あげたらなんか、そのまま、はいさようならみたいな感じになっちゃいそうだけど。なんでそこは結婚って言わないで結婚式って言っちゃったのかな。はい、メルプールランド以上になりますね。はい、じゃあ今週のフリーデーは、この程度っていうか、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。明日の配信は、英雄伝説やります。で、日曜日はね、ドルラガの塔やりますんで、ゲームブックね。よかったら、ツイッチの方、ぜひぜひ遊びに来てください。ではでは、さよなら。